Hello，我是 Lander，接下来分享一下弗雷德丽塔，它目前已经出了体验版，欢迎各位可以去尝试下载玩看看。我一开始读取可能需要一段时间。我这边一开始要选那个语言，还有语音的部分。语音的部分，个人比较偏好日文。再就是字幕要不要显示开启，还有一些喧闹的声音字幕。好，套用设定。マーベラス。看一下它有什么其他的游戏设定。我这边可以显示它战斗时的数值显示，还有 HP 剂量。操作设定跟音效的设定。语音就是一开始的设定界面。还有这个是获得宝物的显示方式吧。直接开始新游戏。昔々、あるところに、とても平和で幸せな王国がありました。しかしその国には王だけがいませんでした。かつての王は大きな罪を犯し、深い大穴に身を隠したのです。その時、世界中から言葉を奪い去り、二度と戻ってくることはありませんでした。姫は戻らない王を思い、嘆き悲しみ、泣き続けました。やがて100年が経つ頃には、涙が姫を包み込み、美しく大きな結晶となりました。そして長い年月が過ぎ、人々が大穴のことを忘れ去ってしまったある時、大穴から7つの光が飛び立ちました。しばらくして大結晶の周りに、一人また一人と戦士たちが集まってきました。すると不思議なことに、7人の戦士たちに姫の思いが伝わってきたのです。聞こえますか？7人の戦士たちよ、どうか私の願いを叶えてください。奇跡の光が呼んだ7人の戦士たちよ。すぐそこにある大穴を見てください。のどこかに王がいるはずです。あなたたちには王を見つけてきていただきたいのです。どうやら大穴に巣くう悪意があなたたちの侵入を拒んでいるようです。私の加護の力を使えば大穴に入ることができるかもしれません。でも一度に加護の力を使えるのは一人だけ。さあ、どなたが大穴に入りますか？所以这边一开始
只能选一个下去打，这有点难选择。意外观我是比较喜欢弓箭手，我农民也可以下去打，里面看起来比较强应该是盗贼还有法师。我选弓箭手好了，才会自动锁定敌人。现在好像不能切换装备吧？再有技能的设定。那技能需要绿色的宝石，然后捡起来的是这个武器的长翼，意思是说它只是捡到这个武器的制作的技艺，但是还就是一定要有那个道具或材料之后才可以制作，要制作之后才能用。譬如不是说捡起来就是武器，自己去捡，这点我觉得还 OK。那像早期的游戏的话，就是你要靠得很近，然后它才可以要自己手动。这个就不是，宝箱的话就要自己去附近捡。这种掉在地上的就要自己去手动捡起，跟一般采集的东西不一样。怪物清掉它能打开，
这应该是机关。没错，所以他这边关卡就融入一些解谜的要素。那这边看起来应该是 BOSS 战。跳下去就对啦。啊，ヒヤヒヤしました。強そうな魔物でしたね。あ、あれは私の涙のかけら。思っていたより早く見つかってよかったです。これを使えば他の皆さんと交代したり地上に戻ったりすることができるんですよ。さあ、結晶の前で手を掲げてみてください。そうです。そして帰りたいと強く念じてください。ここで他の皆さんと交代できるんですが。然后也可以用这个金石去交换。今回は戻って見てほしいものがあるので、来た。もっと強く。え、这样子是可以只ちゃんと使えてよかった。それにしても思っていること。なかなか難しいですね。气氛怎么有点像来自深渊的气氛一样？おかえりなさい。这算是一个小市集吧。びっくりしたでしょ？皆さんの力もお借りして。冒険に必要そうな施設を用意してみました。先ほど拾った武器の記憶が刻まれた石、面影があれば火事場で武器を作ることだってできますよ。でも武器を作るには素材も必要になります。まずは工房に行ってみましょう。很女仆。所以它这个算是地下层的结构啦，每次回来就会刷新一些东西。武器などの装備品を作るには木材や石材が必要になるんです。工房では早速木材。不过它为什么要分两个？これで生産開始。でもその説明では。专心看他女仆的动画。ここでは先ほどの。
こなせてますね。これで生産の依頼、お気づきの通り大穴に行って僕さも。啊，这应该全部都乱过一次。啊，这个呢叫深渊呢。頑張ってくださいね。啊，这个洞叫深渊。所以它这个绿色宝石是技能点数啊，就是等级提升的时候就会赋予技能点数。这是闪射，这是极速剑，还有捕兽夹。哦，它的冷却时间都蛮长的，5.5秒、6.5秒，还9.9秒，真的是蛮长的。先来个三连射好射速，不知道后面有没有能力可以提升了，感觉射速都太慢了，比较不习惯。方式的话，就是每次进到地层都会刷新地形。おかえりなさい。生産が受け取りに。素材がこれで武器では。ここでは武器だけで今回はやりました。このように受け取った武器、今度は那看等一下能不能换个角色。一般我是比较喜欢坦克类的操作，或者说是像刺客类。こんな風に武器をちなみにこスグオワールをルーンは何をする他の施設でもでは改めます。体验版可以游玩到第一阶的被遗忘的城镇破关为止，然后可以继承到正式版，然后在体验版的等级会限在十级以内。
然后在这边不能随时去做那个装备的切换，只能从仓库这边。这是我觉得蛮奇妙的设计啊。服と武器の色を揃えてみるのも楽しそうです。方便。有一些限制存在，也不是说它这个限制不好，就是常玩其他游戏就会感觉比较不习惯。ちょっとでも計算が狂うと爆発しちゃうんですよね。下手したらここも大惨事に。いえ、もちろん皆さんを信じてますけど。他这个提升作业等级还没开放，我在想说会不会是让他制作的速度加快，或者说有一些材料他就是要等级提升才可以去制作出来。谁上？頑張ってくださいね。这个在其他游戏也蛮常见的。装備が出来上がるまでの工程はずっと見ていても飽きないですね。所以它的禅意只能用一次而已，并不是说做完一次就可以永久使用，它只能每个禅意只能做一次。7人分の装備をすべて作るのって大変ですよね。私も手伝いたいのですが、手伝えないので。せめて心の限り応援いたします。他这边强化的话，还要取他的道具。看一下他的牧场。可以做牛奶跟鸡蛋。いつかお世話した牛さんたちのミルクの品質を比べ合いっこしてみたいですね。完成までの時間も楽しみの一つですよね。这边等级提升也可以增加。幼い頃、お祭りでお父さん、王とはぐれたことがあるんです。人混みの中、大きな背中が見えたので、王だと思って抱きついたら、なんと牛さんだったんですよ。どんなお料理を作るのか決めてから。育てる作物を決めてもいいと思います。那他这边就简化牧场。大穴を冒険すると生産が進みますよ。生産一些農作物。出来上がりが楽しみですね。那他也可以用那个即时生产的功能啊，不过花费的花费的蓝水晶就比较多。畑を見ていると。昔王国に台風が直撃したことを思い出します。作物は飛んでいってしまい、畑は大荒れで後片付けがとても大変でした。地層就可以去做補血或者說バフの加成。いつかお料理の腕を競い合うお料理大会とかしてみたいですね。きっと楽しいと思いますよ。見事な出来前です。7つの光が飛んだ時、私はとっさに祈ったのです。流れ星に祈りを捧げるように何度も。そうしたら本当に思いが届いて、あなたたちが来てくれた。あれは奇跡の光ですね。7個角色的话应该是有7個工作才对啊，怎么感觉少一个呢？还是我选的这只是在顾仓库的。
换个角色看一下。他这边还有转职的新的职业，要满足他的条件，可以变成射手，还有炸弹。使いやすさで選ぶのもいいと思いますけど、服装で決めちゃってもいいと思います。可以鉴定那个禅意，有一些挑战任务。ミッションはちょっとずつ増えていきますから、また確認しに来てくださいね。何をしましょうか？这边他的剧情就没有写得很深了。会比较类似小品游戏的方式。時々一人ぼっちになってしまったんだなって思うことがあります。でももう私は一人じゃありませんよね。あなたたちがいますから。所以料理是用在一开始出发的时候。お料理選び慎重になっちゃいますよね。なんて言ったって体は食べたものからできますからね。油断せず行きましょう。もしかしてとは。这边绵羊叫龙龙，龙龙。呀，哼，撤，呀，撤，呀，撤，呀，撤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 ，哼，呀。阶层的门可以到下一层。还好他的回避可以及时反应，不然要这样回避操作要等时，会蛮不方便。不知道用盗贼是不是回避速度可以快一点？这等级提升之后，只是强化威力而已。
这闪射剑，其实我刚刚看到它在怪物的血条底下有一个标志符号，好像就是它的弱点。所以那个龙龙就一个怪物的符号。那个就是骆驼，侧，呀，侧，呀，侧，起，后，后，呀，呀。地形有一些限制，不能直接下去，这是蛮可惜的。有侧气，要气，侧气。深远交换后的战士，这什么意思？来选一下，盗贼。盗贼他有加30%的盗贼加成。まだまだいけますよ。回避恢复速度比较快，这是什么？顽固的恶意可以开启试炼，完成试炼就可以拿到报酬。然后左上的就是他的算是支线任务，到下一层之前打倒10只魔物。近战比较难受，想要多一些补品。Yeah, huh.
上要追击这些逃跑的魔物会比较麻烦一点。以瞬间向前进行攻击。好，这些学看看好。每次学技能都忘记把它装备起来，来试看看。这一次只能打一次 ，CP 值会不是很做很高。那假如说用在追击上面的话，是还蛮方便的。说他的攻击的话，会跟弓箭手比起来比较快一点，但是同时因为近战的关系，而且这边打怪物的话，没有让怪物有那个僵持或者说退后的那个 CD 啊，所以可能就会损血比较多。没办法让怪物一直的话，在近战就比较不吃香，要带很多的毒品来，那个补品才行。收集50个补品。在那个范围内就可以那个打到，而且它还会带一点回避的效果。这样很难抉择，像近战其实也可以。我的拳套这个是用甘草叉，来试一下法师好了，它有什么好处？法师的印象就是范围攻击啊。哎，他是男的。
下面有一个紫色的保镖，那个就是经验值。这边一开始的游戏说明并不是说很完善，就大概说明那其他的部分 UI 的界面啊，或者说一些操作比较进去摸索。用看有什么技能好了，这样太难打了。缓速魔法，缓慢移动的魔法弹，这是重力场。这是魔法爆裂，冷却八秒，这个冷却六秒。先学个光球好了。
让我先换回来弓手。かつての王国は自然も民も豊かでとても栄えていたんです。海外との交易も盛んで市場はいつもにぎわっていました。観光客も多く訪れたんですよ。できればそんな王国の姿。这边的观点呢，应该是这是主线剧情，然后补充说明。技能叫捕兽夹，捕兽夹说真的，我觉得他试看看吧。就不用这样子一直打那一套，可以定觉得这个历史的形态还 OK， 我就是差在它没有比较完整的主线剧情吧，又或者说可能正式版它才会把主线剧情完整的内容拉进。倒れてではないかとずっと心配だったのです。よろしくお願いします。完成を楽しみにしています。大きく育ちましたね。次戻る時にはきっと完成してますよ。生産開始です。私もお腹が空いてきました。見事な出来前です。すごくいい香りです。見事な出来前です。私もお腹が空いてきました。
ありがとうございます。頑張ってくださいね。生産開始です。其实素材数量并不足，有可能是在后期的话，一些稀有素材会比较难刷到。時間はいっぱいありますから、とことん悩んでいましょう。全部都把它拿去用了。啊，没有没有没有，应该说还没做好。木って不思議ですよね。どんな形になっても自然の温かみを感じるというか、丈夫で何年も持ちますし、本当にすごいです。はあ、惚れ惚れするほど綺麗ですね。よろしくお願いします。大穴を冒険すると生産が進みますよ。何を作るんです？新しいものを作るときって本当に悩んじゃいますよね。材料だって必要ですもんね。え、对哦、还有那个耳环。本当暑そうですよね。見ているだけで汗が出そうです。哦，我的蓝水晶不够了。那其实耳环就是加防御力而已。いろいろな装備を試してみましょう。きっちり品目ごとに分けておきましたよ。私こういうところマメなんです。整頓ですか？分解ですか？アイテムがたくさんあると、なんだか嬉しい気持ちになりますよね。あ、不需要用到的也可以去做分解。现在不知道它这个魔石是什么功用。きっちり品目ごとに分けておきましたよ。私、こういうところマメなんです。就可以强化装备。ルーンがどういうものなのかまだよくわかりませんが、すべてのものは最終的にルーンへと帰る。就换个角色。そう考えるとなんだか神秘的ですね。すごいです。やりましたね。至少这边的 UI 做的还 OK 啊，用一个一个领真的很烦。いいですね。私もそろそろ着替えたいです。なんて言ってみただけですよ。使いやすさで選ぶのもいいと思いますけど、服装で決めちゃってもいいと思います。这边比较麻烦，就是一个装备者装在一个角色身上。那我有七个角色，你要全练的话，就等于七只角色都要装装备。装備品ってどれもキラキラしていて、見ているだけで楽しい気分になりますね。
待会儿用法师玩看看。いいですね。似合ってます。我这也是到底下的时候才可以去换角色。这是我觉得它系统最奇怪的地方，为什么不能在私ずっとここに一人だったもので、皆さんと出会えて本当に幸せです。何のお料理を持っていくんです？私のおすすめはもちろんピザです。我有点燃篝火的地方就可以变成那个目的地，下次下去就可以直接到那个目的地。Good luck です。对，它那个一层一层的，然后就有类似那个光环的地方，可以知道说它这王国过去发生什么事情，有些记录片段。哎，刚刚没看，有没有那个大水晶可以换角色？での已经没有了。ちょっと。竟然还有带点击退效果，我觉得还不错。重力场的话，看有没有伤害，有的话就真的蛮厉害的。真的有点久了。
像牵制技能。使用的效力并不是说很高。需要鉴定，那这一把武器应该不错。等下看到水晶就直接先回到上面去了。看鉴定那一把武器是哪个职业的。说他这个做成多人游戏，我是觉得也会蛮适合，可惜应该是没有这种系统。哎，减少一秒而已。看一下这一层有没有什么东西在里面。Yep.
这边地图也蛮可惜的，没有那种可以放大的。那我这一段影片先玩到这边结束，那下一段我就会用那个直播的方式，也感觉这一款光是体验版就可以玩蛮久的。那我待会直播就会把所有的角色都练到十级。那喜欢的影片欢迎各位可以按个赞，还没订阅频道的朋友们欢迎各位可以订阅一下，然后分享出去。这边就祝各位游戏愉快。再见。